きました。着きました。ちょっと迷いました。迷いました。めっちゃ迷いました。でもよかった、ちゃんと来れて。着きました ね。楽しもう。うん。私もう抜かママ抜かされそうだもん。あとね、やばい。何センチぐらいで抜かされた？何センチ？今147。やばい。ひまちゃんは？あ、2センチ。じゃあ私ひまママひまちゃんにも抜かされるかもしれない。やば。もうみんな成長早すぎだよ。めっちゃ可愛いんだけど。でも似てるね背がね。いい感じ。温泉行きたい。ね温泉行こうね今度ね。ゆっくりね。癒されたいよね。しょっちゅう温泉行くからね。みんな赤チームですね今日は。あ、そのものちゃん登場。こんにちは。今日はぬいのちゃんいないの？今日はちょっとぬいのは。あ、そうなの。呼び出してる。食べれる。あやはやチャンネルさんのパパかママ。呼び出してる。よかったね。よかった。
なんかしっかりしてますね。1年生ですか？2年生です。バカ野郎。これ何？ティラミスみたいな。ティラミス食べれる？どうでしたか？楽しかったですか？もうね、まんじみたいな。え？まんじ？楽しくてまんじ？ああ、よく。いっぱい写真撮った？撮りましたよ。撮ったね。ゼロラさんのお母さんに一緒だねって言ってくる？言ってこよう。わ、同じだ。びっくりしてる。すごい。そう、なんか色も一緒って言ってて、本当と思って。本当だ。涙が泣いてんの？あ、本当だ、泣いてんの。かわいそう。そっくりでしょ？そっくり。もういつ見てもそっくり。かわいい。でもかわいいでしょ？怖くない？なんか怖いんですか？お化けみたいですけど。はい、今日は帰ります。いや、これでお化けじゃないでしょ。楽しかった？楽しかったです。よかったよかった。最高最高。リミちゃんもライト、リミちゃんもライト。帰ります。あ、ここめっちゃ明るくなった。高級なお店に囲まれて明るくなった。こんなところ来ないもんね。縁がないよね、表参道とか。明日ね、終わるの自体がね、多分9時とかだと思うよ。グミペア。